おいしい。こんなことしたことないけど、うん、捨てるのももったいない。そら捨てるのはもったいない。けど、あんたも希望でもったいないって言った方がいいから、ちょっと言うだけ。もったいないってね。豚肉が残っちゃったら？わからん。あ、残っちゅう。あれやろ、使うたら。冷凍してなくてもかない。一人前はあるかね。いや、上等ある。100グラムあるんやからどう。おう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 。ブロックのまま入れた。チャーシュー入れて、これは漬物にしたりするけど生でもかまんみたい。味噌がいい、醤油がどっちだよ。味噌らあんまりやったことないけかもしれんね。なんで聞いたんじゃ。いや、なんかなんかそんな気持ちがする。いや、今ちょっと、あれなんか甘い。美味しいと思う。あ、そう。どんな味じゃろうってさっき食べたよ。かなり濃さな。まあ黒豆大好きやきね。嬉しい。今これ簡単にいけば。結構入れるね。お前砂糖でつけるで。あ、そう。梅干しでおむすび作ってもそれ海苔で巻いたりするかね。どうやったか、巻こうか。もう最近お弁当作らんけ、おむすびも下手くそになった。もう大丈夫になってる。毎朝5時に起きてよ作るやつだったらって思うもん。まあお弁当作ってくれたら毎日昼ご飯食べるけどね俺。たまには食べたいね。今度あのあそこ行くときお弁当持って行こう。ほんなら作るけ。お礼参り。あ、行こう行こう。めちゃ難しい。これ海苔巻いて食べなさい。食べる。これ、はい、チャーテンが一つ残っちゃったけど豚肉と炒め物ですよ。で、黒豆とね、これ、もうおむすび食べて。ということで、おばあちゃんのチャーテー、チャーテーと大好物黒豆とおばあちゃんのおむすび、
じゃあこれでいただきます。昼ご飯。ご飯は何時まで食べる？あ、そうや、サバ缶がある。もろうた。この前ばあちゃんの友達にもろうたいう、おいしいいう。すごい乗った取っ手に。分からん。でも昼案外気温上がってたよ、ね、多少は。10年に一度の寒波いうことだ。10年前ぐらいに起こったいうことやろ。それで何もなかったやか。おばあちゃんここで50年おるけんど、こんなこと初めて。これもいっぱい入れて取ろうか。我慢とって炒めへんの。すごい、ちょうど穴のとこはさかった、落ちんかったけど。それ、俺やね、多分。つつかへんと思って、つつかなうん。炊き込みご飯みたいに入れたらいいけど。うん、入れたらいいやん、じゃあ。かなんどうか。入れたらいいやん、ほんで。知らない。知らない、そんな。うん、古いかどうか知らん。冷凍食品、構わない。うん、珍しい、ばあちゃんがアサリを入れて炊き込みを。アサリじゃないね。アサリやろ、だってそれ違うよ。いや、それアサリやろ、それ。見せて、前アサリやん。アサリとか。そう、何やと思ったの。全然味をつけてないけね。そうやね。ちょっと塩入れて。いいね。お、結構大胆に。まあ、美味しかったな。塩入れて食べる。うん、塩入れて食べる。はい、1時間で完璧。もう OK よ。取り消しをした。どうぞ。これはもう、いつも塩かけ。
電気料金が上がるって聞いちゃったね、それは。だから電気の節約じゃないか。電気の節約言うたら冷房より暖房の方が電気代かかるみたいきね。暖房がものすごいかかるいきね。夜はけんど使ってない。うん、まあ、けんど朝までかけてる時もあるしね。うん、なんか名前知らんけど、あの油揚げいう時に取る網みたいなあれが欲しい、いつも思う。挟んで、そう、いや挟んでじゃなくて挟みきれんような、なんかすくう時にあったら便利やか、あのお玉の網みたいなやつ。おばあちゃんだ、もう、これあんまりせんけど、わけも、たまに。あの、まな板曲がったけど、大丈夫。木曜日はカレーにしてよ。うん、木曜日はカレーとシチュー。買い物に行けたら。うん。ごまな、もうちょっとだけど。うん、無理もない、自分で思う。まあ、食べて。え？はい。うん。あー、美味しい。うまい、このほうれん草。美味しいね。美味しい、これうまっ。まあ、ええわし、このごまの風味。自分がね、吸ったらもっと美味しい。うまい。ゴールデンキウイ、ほんとよし。うん、ほんともお城は顔みたいになった。春菊もね、すぐしなしななるけど、そうやって浅漬けにしちょったら置けると。これは春菊じゃないで。いやね、水なよ、水菜の浅漬け。間違えた。水菜もなんかしなしななるけど、そうやってやったら置けると。それ簡単な、ほんまに。これ汁かけるの？いや、そのまま。いや、まだ5分。うん、このまま食べるの。うん、あれ、ほんとあの昆布茶、昆布茶で揉んだだけ、簡単。食べてみる。うんうん、粉だいぶか、温度が下がっちゅうたね。下がっちゅうというか下がるみたいなね。日中は知らんけど、でも雪が降るとかなんとか言うてないで、10年に1回の寒波言うけど。さあ、今ほんで今晩もうすぐ寒波。10年に1回の寒波やき、あのばあちゃんは9回ぐらいは落ちるはずやん。10年に1回じゃけ、ばあちゃん9歳。
どういうこと？いやだから10年に1回の大乾杯期9回ぐらい落ちるはずやろという。落ちない。こんなに寒いのは初めて。もういよいよ寒い。いやでも10年に1回の寒波でもその9回あったうちの全部が全部同じ寒波同じ気温にはないやろ。強弱あるんじゃない？わじゃのくせチクワと一緒に包丁も羽やったのよ。あー、ええ匂いがしゅう。この茶ほんまに美味しい。この番茶これ入れるよ、うん、あどうぞ。これ入れたら美味しいそうな。食べてもらいます。いやいや、あんまり入れすぎなよ。もう今日は おかずもよう作らんから、うん、週ご飯、前茸とお酒と、うん、ごぼうとかいろいろ入ってる。うん、ほうれん草のおひたし、うん、チクキュウ、うん、それかこれ何やったかね、何やったかね、キュウイ、うん、それかこれ、うん、あんたが作った昨日の指で触りなよ。昨日のあれ、うん、水菜の漬物です。そう、浅漬けです。どうぞ。はい、ということでばあちゃんの炊き込みご飯と、あ、ここにある。はいはい、はい、ほうれん草、ごめんごめんなさい。どうぞ。はい、で、チクキュウとこれ、味を見てみないと心配な。ちょっと待って、チクキュウと、はい、なんか薄そうな。うん、おいしい。ちょっと味が薄いね、これ。うん、本当のこと言うた。かまん、それで。今日の晩ご飯、あーちゃんの炊き込みご飯、今回はあさり入り、それと浅漬け、水菜の浅漬けと、はい、ほうれん草、おひたしと、はい、チクキュウ、これでいただきます。ではまずほうれん草のごまやごしからいただきます。うん、ほうれん草甘くてこのごまとカツオの風味がおいしいこと、うまい。じゃあこの炊き込みご飯どうでしょうかね。あさり入り、さあどうでしょう。いただきます。うん、またこの炊き込みご飯にこの貝の風味が合う、美味しい。でこの水菜の浅漬けも一緒にいただきます。さあどうでしょう。これ水菜の浅漬け、あの水菜の味わいと昆布茶のちょっとしたこの旨味が加わって、またごまの風味が美味しい。漬物としてバッチリ。これご飯と合いそう。うん、いいですね。ではいただきます。じゃあ総評と締めお願いします。どうやった今日の夕食。でも美味しかった。まあ、うん、あの、うん、寒いから簡単なだけで、うん、またあの味が違って、あのホタテ入りが、ホタテじゃないわ、あの、アサリ入りが美味しかった。またアサリの出汁が出て。はい、ばあちゃんお願いします。総評と締め本で、はい、寒いから鍋でも欲しかったみたいな感じやけど、うん、まあ
黙って食べてくれました。うん、はい、ごちそうさま。はい、こちらいくつですか今日、うん、今日はもう1貫で50じゃね。いや、そんなことない手がかかってない。いえいえ、そういうことです。はい、はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。おい、ちょっと切ったら言わないかんことはあるわ。ないない、おばあちゃんがあるわ。あの